綺麗なグラウンドでプレーできますし、練習終わった後にすぐ食事が取れるところだったり、指導者の方々も選手一人一人と向き合って指導だったり、相談だったりしてくれるので、とてもいい環境だと思います。何よりもトップのグラウンドが隣にあるので、目標が近くにあるっていうことを確認できて、すごく毎日刺激的でいい環境だなと思います。正直日本にいるときは当たり前になっていてあんまり感じることはできなかったんですけど、ポルトガルへ来て一人で生活することになって、そのありがたみを強く感じています。そのありがたみが強く感じることで、より感謝の気持ちを持ってプレーできています。言葉に関しては、毎日少しずつやるようにはしているので、ピッチ上での指示だったりは理解しているので、サッカーやる上では全く問題ないと思っています。日常会話は少しずつ喋れるようになってきているのかなというふうに思います。最初はなかなか合わなくて体調を崩したりっていうのも多かったんですけど、今は自分で自炊するので、すごく健康的な食事ができていて、コンディションもすごく上がってきてるのかなというふうに思います。すごく住んでる人たちの雰囲気も良くて、通りかかったらみんなが挨拶してくれるようなあったかい街で、必要最低限のものも揃うし、すごく全てが近い距離にあるので、徒歩で行けたりはすごくいい環境なのかなというふうに思います。このチームに加入してから4ヶ月間全く試合に出てなかった中で、その時思った自分の悔しさだったりを全てぶつけようという思いで試合に入りました。とにかく積極的に仕掛けてクロス上げろっていうふうに言われてたので、自分もやることが整理されて、すごくやりやすく試合に入ることができました。リーグ後半戦、まずチームは残留することと、少しでも上の順位に行けるように、自分がチームの助けになるような活躍ができればなというふうに思います。欧州のトップリーグで活躍するということと、そういった経験を横浜 FC に還元できるようにというのが自分の目標です。あとは自分が活躍することで体の小さい人たちの希望になれればなというふうに思います。来てみないと分かんないことがたくさんあるし、文化に触れるっていうことはすごく楽しいことで、あとは成功するしないもあると思うんですけど、それ以上に得られるものが人生にとっていい経験になるかなというふうに思います。なんでまずは飛び込んでみることが一番かなというふうに思います。天候も違うし、ピッチも違うしっていうので、なかなか日本とは違うところもたくさんあって、実際プレイしてみて足が出てくるところが日本とやっぱり違ったり、遊びのような練習でも激しさがあったりで、すごくサッカーに対しての情熱っていうのがこの国はたくさんあるなっていうふうに思います。